はい、こんにちは、パーカッション高見です。今回は DG デグリゴリオ歌本の紹介シリーズ第2弾ということですね。薬衣デラックスという歌本を紹介レビューしていきます。前回挙げましたチャネラデラックスの紹介動画見ていただけましたでしょうか。前回のチャネラデラックス同様ですね、これ DG のデラックスシリーズという、まあ、いわゆるハイクラス、ハイエンドモデル、高価格帯の歌本になりますので、そういう高級歌本がね、一体どんな音がするのか、どういう特徴があるのかだったり、まあ、同クラスのチャネラデラックス、あるいはミドルクラスの薬衣との音の比較なんかもやっていきたいと思いますので、歌本選びの参考にしていただければと思います。はい、ではまずこの座面から見ていきましょう。やっぱ見た目がね、かっこいいですよね。これチャネラデラックスと同様に最高品質のバーチ材を使っているっていうことなんですけれども、チャネラデラックスの方とはですね、ちょっと仕上げ方が違うようで、これ見た目艶やかなんですけども、この木目のところがね、ほんのわずかに段差が感じられる。指でこうツーッと触るとちょっとボコッとするような、若干こう摩擦があるような座面になっておりますので、あんまこうツルツル滑りすぎる座面が苦手だなという方にはとてもいいと思います。軽く叩いてみます。はい、続いてこちらは側面ボディの方ですね。このボディは DG のデラックスシリーズ共通のもので、マホガニー材の単板をかなり特殊な加工をして作ったものだそうです。やっぱりこの見た目がね、もう最高ですよね。品があって上品で、もうどこの高級家具かしらっていう感じなんですけども、手触りもかなりこちらはスベスベした手触りになっています。軽く叩いてみたいと思います。前回のチャネラデラックスの時にはあんまり感じなかったんですけども、この薬衣デラックスはですね、このぐらいの低域中域の時にこの座面の響き線、ちょっとズッズッズッっていうバズ音が、乗ってるの聞こえるかなと思うんですけども、はい、この低い方でね、ちょっとだけこのバズサウンドが得られますので、この座面側面単体でもパメア音楽によってね、かなり使えサウンドなんじゃないかと思います。はい、で花本の内部はこのようになっておりまして、片側2本ずつの計4本の弦タイプで、このボディはですね、なるべく角が生まれないように、直角が生まれないように特殊な加工をして、なるべくね、丸く丸くカーブを作ることによって音の響きを豊かにしているんだそうです。この特殊なボディに対して最高品質のバーチ材をね、ピタッとビス止め打ち止めることによって、めちゃくちゃ良くなる花本が生まれるといったところです。前回叩いたチャネラデラックスも、もう本気で叩いたらかなりの爆音が出せる、しかもキャパオーバーせずにね、音割れせず、いい音で爆音までカバーできるって仕様だったんですけども、もっとこっちの方がパワー系でした。僕の印象で言うとね、このチャネラデラックスよりもよりパワー重視、パワフルなサウンドに向いているという感じです。ちょっと本気で私叩いてみたいと思いますので、どんな感じかっていうのを聞いてみてください。まあ、花本ってね、日本だとちょっと音量を抑えてっていうシチュエーションで用いられることが多いので、こんなぶったたくことがねあるかどうかは別なんですけども、まあ、ドラムセットに負けないぐらいのパワーとポテンシャルは一応持っているというところでございます。はい、で特にこの強く叩いた、インパクトした時の打感がですね、結構皮が厚いパーカッションに近いかなと思いましたので、普段コンガなんかね叩いてる方は同じ感覚で叩いても全くキャパオーバーしない、爆音でなってくれるかなと思います。はい、じゃあ繊細なプレイはどうなのっていうところなんですけれども、
はい、という感じでですね、指技なんかもできちゃいますというところです。まあ、ぶっちゃけですね、この DG の花本ってハイクラスだろうが、ミドルクラスだろうが、エントリークラスだろうがですね、実は全部ね、反応いいです。はい、叩いた時のレスポンスが非常にいい。まあ、さすがフラメンコの本場スペインの花本だけあるなというところで、前ね、オーナーの方とちょっと話させていただいたことあるんですけども、この DG の花本って特にこの音のシャープさ、レスポンスの速さっていうところにこだわって作られてると。おっしゃってましたので、まあ、それに関してはね、どれ選んでも、まあ、正直申し分ないかなというところです。あとはこの音のね、キャラクターっていうか、どういう音が好みなのか、どういう音楽に対して使うのかっていう観点で花本を選んでいただくといいかなと思います。はい、はい、ではここからはこの薬威デラックスのミドルクラスにあたります薬威というモデルと、同じハイクラスでタイプが違うチャネラデラックス、それぞれこの3機種を叩き比べてみますので、聞き比べてみてください。はい、といった感じでした。いかがでしたでしょうか。もうやっぱりね、もう三者三様で全然音のキャラクターが違いますから、あとは音の好みだったり、どういった音楽で演奏するのかによって楽器を選んでいただくといいかなと思います。はい、で僕の個人的な感想としてはですね、この薬威デラックスに関しては、まあ、とにかくパワー系かなと。パワーが求められるような現場で絶大な効果を発揮する花本かなと思います。特にドラムセットがいないアコースティックのシチュエーションで叩く場合でも、割とね、音量が求められる、こうバンドを引っ張っていくぐらいのパワーが求められるっていうことあると思うんだけれども、まあ、そういった時にね、この花本があったらすごくいいなと思いました。いわゆるドラム的なプレーだったり、こういうやつですね。はい、というわけで今回は DG の薬威デラックスの紹介でした。この楽器に関してね、なんか気になることとかわからないこととかあれば、僕わかる範囲で回答しますので、よかったらコメント欄に書いてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報発信しています。他にも動画はたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄を見ていただいて、メンバーシップ入っていただきますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。また毎週日曜日に YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、よかったらぜひ参加してみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。